ある少年のエピソードを話したいと思います。14歳のゆきおくん中2だよね。中2病ですよ、だから。で、<laughs> ちょっと皆さん大人としてコーチカウンセラーとして、ぜひね、ちょっと相談に乗ってほしいんですけど、ゆきおくんという少年が今めっちゃ悩んでるわけ。<laughs> へー、どうしようかなどうしたらいいんかなつって。めっちゃ悩んでるの。ゆきおくんどうしたのって。聞くでしょ。ゆきおくんはこういうわけ。あのー、つって。 僕の友達で、太鼓ってやつとか、しずるってやつがいるんですけど、あいつら結構ワールで、タバコ吸ってるんですよ、うん。だって面白いノブってやつもいて、ノブってすげえ、見た目優しいんだけど、すげえヘビスモー相撲か。<laughs> みんな同い年なんですよね。バンバンあタバコ吸うんですよ、そう。で、僕は本当は、セブンスターが好きなんです。うん、そしたら、ノブと、 太鼓とシズルってやつが、じゃ、ダサくねセブンスターお。マルボロっしょっていうわけ。あ、うん、いや、セブンスターおっさん臭いから、お前マルボロにしろやって言われたんだけど、僕はセブンスターが好きだし、しかもマルボロね、ちょっと高いんですよ。ですげどうしようかなと思って、って悩んでるって。あ、そう、つってあ。中二病でしょ完全に。はあ、つって。そうなのつって。じゃ、じゃ、じゃ、もう一個聞いてもらっていいですかうん。何どうしたのって聞いたら、 あの、もう一個ちょゲームのことで悩んでて。何ゲームって,って言ったら、えシズルと太鼓と、なんかノブが一緒にこうゲームやろうぜって言って、モンスターハンターやろうぜって言うんですよ。モンハン。うん、ってお前も変えよって言うんだけど、僕はおいでよ動物の森が好きなんで。<laughs> モンハン、あんま興味ねえんだと。動物の森がやりたいから。そう、タバコ吸いながら。<laughs> そう。 けど、なゲーム両方とは変えないし、おいでよ動物の森も新作が出たし、モンスターハンターあいつら変えっていうし、ちょっとどっち変えばいいかなと思って、すっげえ悩んでんすよ、つって。<laughs> そう、ね。うん。さて、皆さんに質問です。こんな中二病のゆきおくん14歳がいたら、みんなどう思うしょうもなって思うでしょ <laughs> わかるで悩んでるのはわかるででもしょうもなって思うでしょタバコゲームどないなってねって思いますよね。そうなんです。しかもこの幸おくんは、これからこうやって人生歩んでいきますよ。例えば最後、まあ、わかりやすく80歳ぐらいまで生きたとしましょうか。で、でこのあたりで20歳で、40歳で、60歳ぐらいかな。だとして、幸おくんのこの今の悩み、 タバコとゲームとシンナーに関する悩み。これってね、例えば彼死ぬ時に、ゆきくんは自分の人生を振り返って、この14歳の時の自分の悩み、すごく重要な悩みでしょうか、これ。多分彼は80歳になった時こう思うはず。しょうもな、俺。何悩んどったん、しょうもないことで。あの時タバコなんか吸わんだらよかった。 ねえ、もうこの時肺がんになってるかもしれないよね。そう。しかも80歳じゃないよ。多分ね、60歳でも後悔してるよ。多分ね、40歳でも後悔してますよ。タバコなんか吸わんだらよかったっあんな中学校の頃から。もうハまっきりになっちゃったし、なんか体調もいまいちだし、妙に太っちゃったし。つまりこの時の幸オくんも、もうね、二十歳ですでに後悔してる可能性もあります。俺何悩んどったんやろう。タバコ、ゲーム。 で、今ちょっと極端な例でやりましたが、このお話というのは、ゆきおくんの話をしてるのではなく、あなたのことを話してます。わかりますこれ、あなたのことです。皆さんもね、今日々の中で、いろんなことに悩んだりするじゃないですか。どうしたらいいんかなこうしたらいいんかなそれもそれで大事よ。でもね、今の悩みって、 人生全体見渡したときに、あんなことで30のとき、40のとき、悩んでる場合じゃなかったな。悩んでる。あの無駄な時間があったら、もっと前に前に進めばよかったとか、あんなくだらんことで悩んでる。本当時間もったいなかったなって思うかもしれないですよね。これがまさに時間というものの恐ろしさですよ。その時は大変なんですよ。 例えば僕もね、あのー、昔ほら、その400万円詐欺にあって、もうお金全部なくなって、会社作ったばっかりをどうしびれるでしょう。ね6月9日に僕会社設立したんですけど、詐欺にあったのが7月ですから。 もうすごくない ?7 月頭ぐらいですわ。1ヶ月弱でチーンってなったわけ。さすがに悩んだよ。この津田博明が生まれて初めて朝まで寝れないってことを経験して。その時に一気に吐けたんですよ。<laughs> そう。へえー、じゃねえよ。<laughs> 何納得してんだよ。<laughs> 嘘ですけど、ほんとね、寝れないってこういうことなんだと思って。それはそれでやっぱり自分とって重要な悩みだったし、ただ、 ありがたいことに僕ね、悩んでる場合じゃなかったわけ。もう従業員もいたし、もうそんなね、社長が悩んだちんって悩んでる場合じゃなかったんで、とにかく前に前に進むしかなかったんですけど、でもあの時ね、もっともっと引きこもりになれたよ。会社なんかやめとけよかったで。従業員がいてくれて感謝ですよね。あれいなかったら一人でうじうじしたかも。え、どうすんのこれみたいな。え、なんだ、ね、なんだ、俺全然悪くないじゃんみたいな。 え、なんかこれ訴えられるのこれ何でどうすんの ?400 万詐欺って。え、どうすんのあの人もなんか全部取られちゃったけど、みたいな。ずーっと1ヶ月でも2ヶ月でもうじうじできたんですよ、僕。しなくてよかったなと思うけどね。うじうじしてたら終わってました、僕。でもそんぐらいね、なんか自分では重要な悩みだと思ってうじうじして、大切な時間を浪費しちゃうことって結構あると思うんですよ。まさに私たちは、もっともっと、今、 の優先順位を考えなきゃいけないし、皆さんの毎日の生活の中でも何を優先してやるべきなのか、ちゃんと考える必要があるし、もう一つは、まさにこの幸く君の例のように、これが大事だけどね、人生全体を見渡してつける優先順位。この二つの観点が絶対大事だよねっていう話です。 日々の生活の中で朝起きてから夜寝るまでの一日の生活ってのがあります。その中でも自分はやっぱり何を大切にすべきかってこともちゃんと意識して日々生活する必要があるし。なんなら私たちが目標設定するときももっともっと人生全体見渡してつけないと。だって今この幸く君が優先順位につけたら、タバコゲームシンナーどれだ まあでも、一番優先するやったらなんか毎日吸うからタバコからみたいになっちゃうかもしれないじゃん。ねえ、なんだかんだシズルも太鼓もなんかノブも俺とタバコ吸ってるときが一番楽しそうだから、やっぱりタバコにしようかなってなったとしたら、これ後で後悔する。そうなんですよ。だからもっともっと人生全体見渡して、何を自分がちゃんと優先すべきなのか、何をやって何をやめるのかってこともちゃんと見える必要。 ってことね。YouTube ご覧いただきまして、いつもありがとうございます。ヒロのメルマガ、ヒロメールはですね、毎週月曜、朝7時に皆さんが元気になる情報、ほっこりする話、感動する話、えー、お届けしてますので、ぜひご登録の方お願いします。もちろん無料です。それでは行ってらっしゃい。